人がすごいですね。見てくださいこれ、こんな、うわーこれすごい。今日ね、ちょっとね、中古市場ってとこ来たんですが、人がすごいですよこれ。ね、中古タイヤ市場、日本一ですね、レトロ自販機があるところね来たんですが、すごいですよ、すごい。ラーメンの自販機、ラーメンの自販機ですね、ラーメンの自販機。ラーメン自販機、ああそうじゃん、ラーメン自販機、おみくじとかあります、これすごい、これすごいわ、こんな人来てますよ、すごい、これ観光地みたいになってるの、これすごいわ。ですね、あ、ありました、こちらです。ラーメンの自販機ですね。これからちょっとこちらをね買いに来ました。このラーメンのね、缶詰自販機、これちょっと買いに来ましたんで、見てくださいこれ、この味噌ラーメンですね、それと豚骨ラーメン、これからね、でも言えないけど、換気してって思うもん。味噌ラーメン、これ食べます。そう、ちょっとね、これからお金入れます。味噌ラーメンですよ、味噌ラーメン、自販機の味噌ラーメン、すごいですねこれ。さあ、この味噌ラーメンをね頼みます。あっちに瓶のジュース、さあお金入れます。はい、おっと、着きましたね、ランプが。はい、じゃあ今から味噌ラーメン食べます。はい、味噌ラーメン、すごい、こんなのあるんだ、はい、おっと、フォークも実際で、わっ、熱い、熱い、熱いですね、熱いです。はい、味噌ラーメン、こちらはね、フォークついてますよ、フォークセットですよ、フォーク、いやこれ美味しそうだ。今からね、これちょっと食べたいと思います、ね、先ほどね、日本一自販機が、レトロ自販機が多いところでね、こちらね、中古タイヤ市場でこちらラーメン買ってきましたよ、自販機で。これはね、貴重なんですよね、味噌ラーメンないんですよ、どこ行っても。いやー、これからね食べたいと思います。これ350円です、売ってますんでね、いただきます。はい、おーっと、わあ、いい匂いがしてきましたよ。あ、ちょっと熱かったですか、ちょっとこぼれましたけど、はい、はい、こんな感じです。それではね、いただきたいと思います。まず汁からね、ちょっと飲みますんで。あ、まさしくこれ味噌ラーメンです。味噌の味します、めちゃくちゃうまいですね。うん、おいしい。うわ、なんかいろいろ入ってますね、メンマとかね、あとこれ、あ、見てください、このこんにゃくの麺、こんな感じです。ほら伸びていますよ。じゃあいただきます。うん、美味しいです。うん、なんか麺がね、こんにゃくの麺ですよこれ。でも味噌のね、味がたっぷり味噌が入ってて美味しいです。うん、まさしくラーメンです、味噌ラーメン、熊本風の、最高です。うん、美味しい。
あとね、これなんか豚肉かね、これ鶏、牛肉かなんか入ってますね。肉入ってます。うん、お、おいしい。これは牛肉ですね。うん、私自販機のねラーメンなんて本当に僕は初めて食べました。すごいですね。めちゃくちゃうまいです。うん、おいしい。次はね、メンマを、メンマちゃんをちょっと食べたいと思います。ほら、出てきました、メンマちゃん。うん、うん、でっかいメンマが入ってました。熱々でね、美味しいですよ。その味噌ラーメンです、まさしく。うん、美味しい。めちゃくちゃうまい。なんか今でも不思議な気分ですね。この缶詰ラーメンなんて食べたことないんで。でもめちゃくちゃうまいですよ。味噌のすんごい味噌のいい味が出てますね。それとまたこのこんにゃくの麺がね絡んでめちゃくちゃ美味しいですね。これ350円安いですよ。チャーシューもねさっき入ってましたね。最後この濃いね味噌がね下の方にたっぷり残ってます。また濃いが、この濃さがいいですよね。残ってます。じゃあ最後ね完食しますんで。はい、美味しいな。最高ですね。あー美味しかった。もう怒った。はいはい、完食しました。どうですか。完食しましたね。美味しかったな。いや今回ね初めてこの缶のね味噌ラーメンを食べて、あの缶詰のね初めて味わいました。なかなかね味噌が効いてて、ね、美味しかったです。それでねあんなに人が来てたのはねちょっとびっくりしましたね。もう今日金曜日なんですけど、車その自販機の前のね駐車場に車が置けないぐらい人が来てました。やっぱり人気あるんですね。はい、それではね食レポとかねいろいろためになる動画載せていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、それではねごちそうさまでした。ありがとうございました。